これまでのイーストマニアは現在ぷよぷよの大会に出場中も無念の2連敗。今回は残りの3戦をお見せします。頑張れカーノリン。よし、終わった。イーストマニア3試合目の対戦相手は青色選手。大会では数少ない女性プレイヤーの一人。さあどうなる。お願いします。次こそ。1セットぐらい取りたい。頑張りたいと思います。間違った。いったった。はい、ありがとうございました。勝負あったな。一歩ぐらい勝ちたいよ。ありがとうございました。ありがとうございます。3連鎖の歌です。やはりこのハイレベルの大会に出ている選手だけあって青色さんも強いです。3連鎖すら打たせてもらえない。続いてはリー選手との試合です。カノリン選手どうですか。もうそろそろいいとこさすがに見せたいと思います。次こそ、ね、はい、はい、いよいよ体も温まってきたと思います。すいません、よろしくお願いします。12戦目ですね。はい、ではぷよぷよバトルスタート。お願いします。ありがとうございました。お礼の挨拶に元気がなくなってきているカノリン。4連敗はさすがに応えるか。最後はベロ選手との試合。カノリン、諦めたらそこで試合終了ですよ。よし、you
間違った。やばい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 。いや、いいつも来た。マジで。マジで危なかった。というわけでカノリン全試合終了いたしました。もうやばかった。もう一個もいいとこ見せれなかったんですけど、こんなに疲れると思わないくらいヘロヘロになりました。あと緊張がこんなに影響すると思わなくて、やっぱこれはスポーツやな、試合やなっていうことを重々今私の中に染み込んでおります。まだこれから決勝戦の試合もありますので楽しんでいきたいと思います。もう試合はしばらくいい。次回の e スポマニアは決勝戦の様子を全部見せちゃいます。優勝するのは誰だ？次回もお楽しみに。あっちどっちそっち ABS